モスクワ証券取引所は、モスクワにある、ロシア最大の証券取引所。2011年6月、モスクワ銀行間通貨取引所が、ロシア取引システム株式の過半数を取得する、形で、合併の合意文書に調印し、2011年12月19日から取引を開始した。2012年7月、証券所の名称を、 ミセックス RTS 証券取引所からモスクワ証券取引所へ解消することが報じられた。1990年代に設立されたミセックス RTS の両組織はミセックスがルーブル建て株取引で国内株式取引の80%を RTS がドル建て取引で同市場の20%のシェアを占めてきたが統合により株式、債券、デリバティブ、 通貨の取引を一箇所で行うことが可能となった。取引所の社長兼最高経営責任者には、ミセックスの社長であったルーベン・アガンベギアンが就任。取引初日には、これからは世界クラスの金融インフラをロシアに構築することに取り掛か,かろうではないかと述べている。ロシア中央銀行の売り替えフ第一、副総裁によると、ミセックス RTS の発行済み株式資本金は、 少なくとも60億ドルになるとされる。また2012年10から12月期に新規株式公開を実施する可能性があるとも報じられた。2013年2月 IPOO が行われ、モスクワ証券取引所はモスクワ証券取引所に上場した。ありがとうございます。